段よりかはマシだといいんだけどね。準備ができたら早速向かいましょう。 Alright. Okay, well, there it goes, I guess. She also gets a level up, Elvira. So that's that. Oh my god, okay. Okay. Yes, okay. We have so much cutscene now. Konnichiwa, Birika-san, kyou wa okite. Oh. Sophie-san, arigato. What? Hoi? Nani ka orei sareru you na koto shita kke? Shita shita, shita yo. Hora, kono mae kureta necklace. Mhm. Are, sukkou.すごく便利だね。想像以上だったよ。そんなに？自分で言うのもなんだけど、光って警告するだけの道具なのに。僕も最初そう言ってたけど、使ってみるとそれがいいんだよ。自分で大丈夫だと思ってても、このネックレスが光ってくれるでしょ？うん。そのおかげだと思うんだけど、いつもなんとなく眠くてぼんやりしてた頭がすっきりしてるんだ。Alright. ちゃんと何回くらいまでなら大丈夫って把握してたんじゃなかったっけ？ Yeah, that's what you said. 寝ちゃわないギリギリの回数はね。でも、このネックレスはそれより前に光ってくれるから。多分、僕は複製を使えてたけど、うまく使いこなせてはいなかったんだと思うんだ。Mm-hmm. でも、ソフィーさんのおかげでこの能力とのうまい付き合い方を知ることができたよ。Try to manage your power, Ming. All right. これは僕だけじゃない。今後代々続いていく僕の一族の子孫たちにも絶対に教えていかなくちゃいけないことだからね。その重要さを知ることができたんだ。本当に感謝してるよ。ありがとね。Sophie-san. Okay. You are very welcome. Right. Yeah, more event. Bang, bang, bang. Sophie-san, omedetou. Okay. Oh, moshikashite. Discount will restock. Sophie-san ga kangaeteru toori sa. Hojuu no kakaku wo sara ni nebiki shichau yo. Cool. Yatta. Demo ii no?安くしすぎてピリカさんは困ったりしない？ Give me discount for duplication. 大丈夫だよ。その分ソフィーさんたちが利用してくれてるからね。そっか。じゃあ遠慮なく甘えちゃおうかな。 I don't care about the restock. Restock is not that expensive anyway. Event with gnome.元気に働いてますね。まったく絵の方に力を入れればいいのに。そう言ってあげたらどうですか？カティさんが言えば聞いてくれると思いますよ。かもしれないけど、絵と同じくらい私と店も好きなんて言われたら、<Yeah. S 2> もう何も言えないわよ。いらっしゃいませ、ソフィーさん。あの、すごい絵筆をくれてありがとうございます。You're welcome. Glad you liked it. 使い心地はどう？はい、とっても使いやすいです。なんだかさらに絵を描くのが楽しくなりました。Right. 本当、よかったわね、ノーム。Mm-hmm. 大人になってからそこまで熱中できるものに出会えるなんてこと、そうそうないんだからね。大丈夫ですよ。ノームくんまだ成人してないんだし。ああ、そっか。ソフィーちゃんは知らないのか。ノームはこっちでもう何年も暮らしてるのよ。つまりソフィーちゃんより全然年上よ。いや。どうしよう。ごめんなさい。年下なのに慣れ慣れしくノームくんなんて呼んで。わお、ソフィー。そんなに気にしないでください。第一、僕はその呼ばれ方が合ってると思ってますから。年齢こそですが、何せ経験が乏しくて、正直自分でも大人という自覚がないんです。言っちゃなんだけど、普通の子供が過ごすような環境にいなかったものね。
はい。もちろん、いつまでも子供のままでいるつもりはありませんよ。いつか絵描きで成功し、昼はこのお店で、夜は絵描きとして活動できるようになった暁には、僕も自信を持って自分を大人というつもりです。本当に絵描きになっても店を辞めるつもりはないわけね。もちろん、この世界にいられる間はいつまでもここで働かせていただきます。だからカティさん、今後ともよろしくお願いしますね。はい。まあ、それも悪くないか。Yeah, I mean, you can just lazy around as per usual. Okay. More cutscene. Friendship level 6, probably? そうなの？そうよ。今までも町のことをいろいろやってはいたけど、さすがにもう少しのんびりする時間が欲しいわ。疲れちゃうよね。そういうことじゃなくてさ、ほら、せっかくこうして出会えたのに、のんびり話すことはできないでしょ？ Yeah. そうだね。私もゆっくりラミゼルさんと話す時間が欲しいな。よし、決めた。ソフィー、いろんなことが片付いたらさ、二人でエルデビーゲを回ってみましょう。ナイス。テントと必要最低限の道具だけ持って小旅行気分で出かけるの楽しいと思わない？わあ、面白そう。でも私、元の世界だと公認錬金術師の試験を受けに行く途中なんだ。だから遊んでないで試験の準備ですってクラフトに言われちゃうかも。I wouldn't be surprised. 協力をくらい許してくれるわよ。なんなら私からお願いしてあげてもいいしね。Hey, there you go. けど公認錬金術師か、私からしたら雲の上の存在だわ。Well, you did. そんなことないよ。You did. だって私が公認錬金術師を目指すのって、公認錬金術師だったおばあちゃんに憧れたからだもん。There you go. おばあちゃんって、いやいや、何かの間違いでしょう。Yes, way. That's what happened. じゃあ、試験を受けるのに必要な推薦書を集めるなんて絶対無理だもの。Again, for now. それでも本当に公認錬金術師だったんだよ。ちゃんと公認証だって確認したし。Yeah. だから私も試験を受けるために旅に出ることを決めたんだ。Yeah. 小さい頃からずっと憧れてたおばあちゃんみたいな錬金術師になりたくて。There you go. 私みたいになりたくて。公認錬金術師か。私がなれるのかしらね。For now, you know. For now. Like, obviously, the reason why Sophie became an alchemist in the first place is because of you, Ramizel. Obviously. So, Elvira 様に助けてもらったのか。元気になってよかったな。でも思い出すと本当に怖かったわ。ずっと叶えたいと思って頑張ってた夢が急にどうでもよくなっちゃって、何もする気が起きなくてずっとぼんやりして、でも変な喪失感みたいなのはあって。聞いてるだけで恐ろしくなるな。あの魔物に襲われるとそんなことになるのか。そんなのがいるなんてちょっと怖い世界ですね。それは違うわ。だってこの世界には神様がいるんだもの。エルビーラ様のおかげで夢を取り戻せた私が言うんだから間違いないわ。そうだな、エルビーラ様がいればあんな魔物怖くないさ。そうですね、エルビーラ様がいれば大丈夫ですよね。うん、そうそう、なんたってエルビーラ様はとってもすごい
神様なんだからね。みんなすごい喜んでる。エルビーラ本当にすごいな。ナイス。アレット。おー、オーケー。さあ、買った買った。今日は当店初の大安売りの日だよ。気になるものは買わなきゃ損損。売り切れたらおしまいだよ。な、何この大勢のお客さん。 Business is kicking。 どうしちゃったんだろう。 Business is kicking。在庫処分の大安売り。そうそう、元の世界に帰ることを考えたらさ、身の回りのものを少し整理した方がいいと思ってね。 Sure。 え、アレットちゃん帰るつもりなの？今すぐじゃないけど、この前ソフィーさんの話を聞いてからちょっといろいろ考えちゃってね。この世界は確かにすっごく楽しいよ。いろんな時代の人が集まるからすごいものも手に入るし、このままこっちで調達屋を続けてればそれこそすっごいお金持ちになれると思うんだ。うん。けどこっちの世界と元の世界じゃ商売のやり方も全然変わってくるでしょ。ファックス。このままだと元の世界に戻った時にこっちで稼いだお金を食いつぶして生きてくだけになりかねないし。まあそれでも大丈夫なくらい稼いだつもりだけど、やっぱり私は死ぬまで商人をやってたいんだ。 OK、 Got a hustle, man. Respect。 ここで鍛えた手腕を元の世界でも思いっきり振るってみたい。はい。それってとってもロマンにあふれてると思わない？ True。 うん、素敵な夢だと思う。アレットちゃんなら絶対に成功するよ。ありがとう、ソフィーさん。正直不安な気持ちもあるけど、絶対大成功してみせるから。Yeah。 大好きなこの世界で過ごした時間と経験、無駄にしないためにもね。Nice。Tell you, we got Olias, Plachta, and Diebold。 真剣な顔。新しいレシピを考えてるの？はい。私の新しい武器のレシピを考えていました。 Go on。 そうなんだ、戦闘は好きじゃないって言ってたからちょっと意外かも。何も好戦的になろうと思ってのことではありません。ただこの世界に来てから戦いの重要さに。戦うための力は守るためにも必要だと気づいたんです。Yeah。 強い武器を持っているに越したことはない。ならば現時点での自分の全力で作ろう。 OK。 そう思ったまでのことです。できました。これが今の私が作れる最高の武器です。おほ。Can I craft this though? これすごいよ。完成したらかなり強い武器になるんじゃないかな。 That's the question. Can I craft it? ソフィーからのお墨付きがあれば安心ですね。材料が揃い次第早速作ろうと思います。 Okay. Oh, we can. Let's go. Tier 5. Let's go.We definitely cannot make it, obviously. Next. オリオさん、いらっしゃい。ああ、ソフィー、ちょっといいか。Okay. What you want? この前ソフィーにもらったあの水晶玉使ってみたんだ。 OK。 そうなんだ、ちゃんと元の世界は見られた？ああ、ただ動いてるところは見えなかったんだけどな。 Same old, same old, huh? 時間の流れがこっちと違うからね。
そっか。まあ、元気そうにしてるのが分かっただけでもありがたく思わねえとな。ナイス。もしかして家族の人たちを見たの？まあな。てか、そのために作ったんだろ？ Obviously。たく、数年会ってねえだけってのによ。親は老けてるし、兄弟はでかくなってるし。私に似てる妹さんもいた？女ってのはすげえよな。大人っぽく変わっちまってたぜ。家も俺が知ってる頃よりは貧乏そうじゃなかった。ほんと若干マシになった程度ではあったけどよ。Good。 でもみんな元気だったならよかったね。だな。でもやっぱうち大家族すぎだわ。あいつらだけじゃまだまだ苦労するだろうし、やっぱし一度帰ってやるべきかもしんねえな。Ah, okay. え？それ本当？ So this is where the ending goes gonna be. 長男である俺様の役目だからな。たく、仕方のねえ奴らだぜ。Sure. つってもずっと帰ってねえことに変わりはねえから怒られるかもしんねえけどよ。それでもまたあいつらと一緒に暮らしたい。ずっと帰らなかったことを謝って、今度はあいつらの近くであいつらを支えながら生活したい。ナイス。俺にもそんな夢ができた。いや、もともとそう思ってたんだろうな。それに気づいてなかっただけでさ。Yeah, it happens to it. 素敵な夢だね。なんたって俺様の夢だからな。素敵なのは当然だぜ。Yeah, sure. でもさすがに今すぐは無理だけどな。やっぱある程度覚悟していかねえといけねえし。それでも家族に会いに行くって思ってくれるようになっただけでも嬉しいよ。ソフィーのおかげだ。お前があの水晶玉を作って久しぶりに家族の姿を見せてくれたから、ありがとな、ソフィー。お前本当にすごい錬金術師だぜ。 Thank you. We grind hard. And yeah, this is where the... Ooh, nice. Maximum DG has gained increase to the new... What? Level of friendship 20%? So that's what? 120? Is that... Huh?Yeah, you maxed out, right? Yeah. So that's 200% basically, right? This is where the bittersweet of this game came to play. これこれ。 Because, you know, you grow close to these people, and then at the end, you know, they go separate ways, which is, you know, kind of makes you sad. Because, man, we, you know, we grew up together. We do everything together, everything, you know, the moment I logged into the game, we see these people, you know, we interact with them. And then by the end, we finish the game. It's like people, they have their own, you know, dreams and whatnot that they're going to achieve. And they, like, we learn Alex's going to leave this place to, you know, hustle in the real world. Yes, also, we learn that he also going to leave this place to support their family and those kind of thing. Like, you know what I mean?Persona 4 all over again, man. man. I love this game so much. I love this game. Okay, now Diablo. Oh. Sophie-san, are you? Oh, come on. Did not expect you to show up. Ah, good. Actually, I want to make this for Sophie-san. Okay. This is...前にディーボルトさんに渡そうとしてるレシピ Weapon, let's go! ディーボルトには拒否されちゃったけど、うん、やっぱりあの人が持つにふさわしい剣だと思うんだ。 Yes. だからさ、Yes. 作ってあげてくれないかな。 Yes. もちろん受け取ってもらえないかもしれないけど、 Yes. 作るのはいいけど、でもどうして、どうしてそんなにこれを作ってあげたいの？ I wonder how this looks. その昔、
長きにわたり暴流に脅かされていた国を、その脅威から解放した騎士がいました。And that's him. 平和を取り戻した騎士は英雄と呼ばれましたが、平和になった国には不要な存在です。That's so. 人々は彼を必要としなくなり、騎士は国を出て世界中を旅しました。助けを求める人々を救う旅。騎士は救済の旅を生涯続けたのです。Yeah, it's just how he is, you know? 僕が生まれるずっと前に存在した英雄の話さ。ちょっと待って。その話の前半部分聞いたことあるかも。もしかしてその騎士って。Same person. 僕はこの話にすごく勇気をもらったんだ。One and only. だからさ、僕も助けたいんだ。苦しんで悩んでいる僕の英雄をね。ピリカさんの思い、確かに受け取ったよ。How much quality do you want? この剣を作ってみせるから待っててね。Let me know how much quality do you want? よろしくね、ソフィーさん。How many quality do you want, huh? True Knight Sword reference text. Okay.How much quality do you want, Perika? Let me know. Say the number. Crimson Dragon Fangs. Let me know the number. Look at that, dude. Look at that, dude. Yeah. Okay, so the last one is probably all weapon. Tier 5 weapon. And some armor, maybe. Okay, let's go to the Dream Tree. Trigger this. Cutscene.すごく元気そうだね。ええ、心配になるほどにね。Why? どういうこと？夢の器の話覚えてるでしょ？自分の力の一部を使ったものだって。Yeah. エルは確実に弱ってるはずなの。だって自分の一部を切り取ってるも同然なんだから。なのに。グロールに取り憑かれた人を助けたのよ。Yeah. それはエルビーラが夢の神様だからできたことじゃないかな。Yeah, but she sacrificed her lifeline. また無茶をしてるんじゃないかって心配なのよ。なのに。Fair. こんなに元気なままなんてなんだかすごく不安なの。でも少なくとも大樹が元気ってことはエルビーラの心が満たされてるってことだよね。Well, good spirit doesn't really mean きっと大丈夫だよ。She's fine healthy, health wise or you know age wise, I guess. 過保護すぎたかも。そうね。きっと大丈夫。Nah, I think Ramizel have the rights here. 見事なものだ。Like.Sure, like the tree itself, it you know, it kind of like indicates or mirroring what's Elvira feeling. So that doesn't really say anything about her livelihood, I guess, you know, her godhood, right? Because she basically cut off her age in order to bless us with the weather tools and also creating all the dream space and whatnot, and also like imparting some, you know, curing the people.So that's basically she also gave up her life a little bit by bit by doing so. But also she is happy by doing that. So obviously this tree is still flush, you know what I mean? Still green, still really healthy because she is happy doing that. So yeah.